ジュール・マザラン、ジュリオ・マザリーの数奇教・マザリネットは、フランス王類14世の事実上の最小を務めた、イタリア人数奇教・ジュール・マザランの、7人の名たちの総称である。マザランは1647年から1653年に、かけ、彼女たちを3人の老いと共に、古国イタリアから、パリ宮廷に呼び寄せた。 そして、名たちをフランスとイタリアの有力な王公貴族に、突がせた。身分の不釣り合いな縁組に、消極的な縁談相手を何とか納得させるため、マザランは名たちに莫大な持参金を持たせた。七人の名たちは、パリ宮廷に迎えられた時期もバラバラで、宮廷にやってきた時の年齢は7歳から13歳と、いずれも幼い少女の時だった。マザランが、 彼女たちを呼び寄せたのには、いくつかの理由があった。まず、マザランは信用できない、フランスの貴族や、宮廷人たちばかりに囲まれて暮らす生活に、精神的に疲弊していた。家族に囲まれて安心して暮らし、秘密を打ち明ける相手が必要だったのである。二つ目の理由として、自分の多いや名たちを利用して、フランスの社会、 文化における自らの足跡をより強固に残したいとの考えがあった。聖職者だった彼は着出子を持つことはできず、従って自らがフランスで築いた地位と威信を受け継ぐ血縁者は老いと名だけだったのである。名たちはパリ宮廷に来るとルイ14世の母親アンヌドートリッシュが住まう翼に引き取られて養育された。 アンヌ王大号は何人かの娘たちにパレロアイアルでルイ14世やその弟のオルレアン公と一緒に勉強することを許した。アンヌは超愛の証としてマザランの名たちをプランセス・デュ・サンと同じように扱った。マザリネットたちが初めて宮廷にお披露目された時、ニコラ・ヌフビルド・ビルロワ元帥はオルレアン公ガストンに向かって次のように述べた。 ボイラでプティドモアゼルクイプレゼントメントネ、ね、ソンポイントリッチーズ、マイスクイビエントオーロングデイボーシャトー、デボンズロント、デベルピエルリーズ、デボンヌベーゼルダルジャン。イプト、エトラデグランデスディグナイツ、この霊場たちは、今でこそ、金持ちではありませんが、すぐにカビな城の種となり、結構な収入や貴重な宝石、たくさんの銀製の皿、そしておそらく高貴な身分を手に入れることでしょう。 マザリネットたちはその容姿でもパリの人々の間で興奮を呼び起こした。青白い肌とふくよかな体型が理想的な美貌と捉えられていた。当時のフランスにおいて彼女たちのイタリア人に典型的な浅黒い肌と細い体型は人々の注目を集めた。フロンドの乱の際にマザランを抽象するために書かれたマザリナードと呼ばれる。 風刺文やパンフレット類の中で、マザランの名たちは、すすけた、姫君だとか、悪臭を放つ、蛇どもなどと罵られている。マザリネットたちは、被護者たるおじのマザラン数奇教の政治的な不沈に、その生活を大きく左右された。フロンドの乱の最中は、二度も、パリを離れることを余儀なくされた。しかし乱が収束した後は、 マザランはメイたちに高貴な花婿を用意し、贅沢な結婚披露宴を主催することで、彼女たちに何、不自由のない生活を保障した。マザランの7人のメイたちは、いずれも、マザランの2人の妹が生んだ子供たちである。ジルウィッツ・フライ・シュミット、シルビア・ギャラント・ベルサイユ、大マトレッスン・エーエム・ホーフェ・デア・ブルバニン、ミューニック、パイパー。 p20, ISBN 978から3から4922449478レネー、オミデー。レネシズでマザリン、エチュードでマーイでカーテール AUD セティエムシエクル、パリ、ファーマンディード、p37、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.de スラッシュブックス、books. id= ウズゴバージュピコグラムイコー三十七二千九年十月十五日。 閲覧。サボイア、カリニャン、ガイジーン、ラウール・ユージン・チャールズ・エマヌエルで、ザ・セブン・リッチスト・エレス・オブ・フランス、ロンドン、ジェロング、p 六十四 httpww.archive, org, ストリーム、セブン・リチェシア・レイ・レイ・ソア・ページ、六十四マイメートル・オーデにアップ二千九年十月十五日閲覧。グート、ポール、 マザリン、フロンクライクスアオフシュティックツアーベルトマハト、フランクフルト、ソサエタッツバーラグ、P638、グート、ポール、マザリン、フロンクライクスアオフシュティックツアーベルトマハト、フランクフルト、ソサエタッツバーラグ、P639。ありがとうございます。